流れ状態です。寒。俺でかい？フェイスタイムやってんすか？間に合わなかった。ちょ、まあ、しょうがない。残り30秒です。てか電池大丈夫ですか？フェイスタイム。多分大丈夫。あ、そう。すっごい絶対。あれ使いますよ、通信料ね、絶対俺やめた方がいいと思うけど、始まったらこの時間だけだから、あと10秒、あと10秒、5、4、3、エビックのびっくりラディオ。教えてバナさんアレンジするとき、いろいろ来たんですよ。この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、 AVIC、 片奥解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りします。さあ今週も始まりました、ひょんなことから映像制作会社 AVIC で知り合った4人のメンバーが金曜の19時にお届けするラジオの中のテレビ局、びっくりラジオ。なんか入りにくいな。この放送は毎度おなじみサンチェスとバナとヒトミンと高見でお送りいたします。はい、そして今週のテーマはコンビニでございます。コンビニです。青いやつ、緑のやつ、ピンクのやつと、沖縄にはね、うん、3店舗ほど、うんうん、3種類ほどコンビニがありますが、ありますね。皆さんのお家の近くには、職場の近くには、どんなコンビニがありますでしょうか、うんうん、緑と青です。緑と青ですね。っていうの、なんかもうここで広げたあれですけど。好きな商品ありますか、うん、毎日行くコンビニに可愛い店員さんがいると毎日通っちゃいますよね。通っちゃいます。皆さんのコンビニエピソードを聞かせくだぱぱぱぱぱぱ。またかぶんかい。そして月一コーナーは新コーナーが始まります。うん、ひとみんがお送りする四字熟語で遊ぼのコーナーです。なんだそれ、楽しみだな。はい、番組へのリクエスト、コメント、感想はメール avic@fmginoan.com。avic@fmginoan.com までお願いします。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送のリッスンラジオでも お楽しみいただけます。詳しくは FM ギノアンのホームページをご覧ください。はい、それでは AVIC ラジオスタートです。花丸感出てる？さあ始まりましたね。花丸感出てる？これ花丸感で出てるかい？おめざ出てこないですね。なんか通販番組みたいな始まり方になってるよね。おめざありますよ、うん、あります。龍角散、シークワッサー、あー1個欲しい、もらっていい？どうぞ。ラジオ中にダメでしょ、龍角散食べるこれ食べて歯に合わせてカラカラ言わすばよ。いや、カラカラ言うラジオ嫌でしょ。そしたらみんな何か食ってるなって分かるさ。こいつ何か食いながら喋ってる。嫌だわ。アピールするんだ。アピールラジオだから、あのいろんな人聞くからね、うん、お気をつけて、留学さんスポンサーに、いや、来ないでしょ。でかでかすぎる。ちょっとカラカラ言ってるこいつ。留学さんスポンサーにどこですか、ユーハミカクト、どこかな、どこだろう。大手すぎるわ。新しいアピールだね。沖縄としか書いてないけど、うん、そうだ。沖縄初、いやいやいや、ラジオ始まってます。もうこの留学さんで広げないでください。サンチェスさん2週間ぶりだね。あ、2週間ぶりです。そ う,、ね、そうですよ、4人になって、あ、そうだよ、ね、先週 ね、あの1周年のラジオの回、うん、お休みしてましたけど、ね、なんでお休みしてたんですか。あのですね、うん、フォークリフトの免許を取りに行ってまして、いいね、無事、無事取れましたね。素晴らしい。おめでとう。フォークリフトの前に戻ったんで、うんうん、だいぶ楽しく取ることができましたね、うん、あれ難しいって聞いたことがあるんだけど、結構細かい操作が多くて、うん、意外に難しかったけど、うん、多分男性とか、うん、ゲーム好きな人は得意だはず、うん、ちょっと操作がいろいろあるんで、シェンムーで俺やった。シェンムー聞いたことある。ドリームキャストのシェンムー、あの鬼塚がやってたやつですか。なんだっけ GTO の、はいはいはい、
何今のボケ。やめましょうやめましょうこの話とにかくおめでとうございます、うん、ありがとうございますでした。ね、あのもうあれですよ、うん、サンチェスさんは聞いてないですけど、うん、過去の放送あの4つ聞いたんですよ、そう4つ あの回、はい、カンナさんの回、ミキトニーさんの回、うん、最初の回、あのひとみさんが初めて来た回、うん、はいはい、最初の大ゼロ回ひどいですねゼロ回はねひどい、テンションひどい以外ない、本当あのテンションが低いというぜひリスナーさん聞いてみてください、ちょやめてちょっとそれ振るのはやめよ、フルで聞いてみていや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 、ユーストリームで見れるんでしょ、びっくりラジオ今流してるんですか、これ、はい、恥さらしやし俺たちちょっと、はい、始まりましたね、あ来たくない、バナサの木村さんがもう終わろうか、終わりましょう、やめましょう、ぬるっと感が、過去を振り返るのやめましょう未来に向かって歩きましょう、それもひとみんが初めて来た回は、うん、ちゃんとあのでんおじゃる丸の真似あーあったねを選手してもらえま、してないんですっけ、してないのか、したよ、ちゃんとしたよ、忘れてるやしょ、いやサンチェスさん聞いてないなと思って、あ俺聞いてない、聞いてない、うん、あそうなんだ、聞サンチェスさんのこともいろいろ話してたよ、そうなの、うん、イケメンだよねとか、うん、イケメンなのちょっと分かってるけど、したっけイケメンなことはちょっと分かってる、めっちゃベタ褒めした、本当にしたっていうか、イケメンのいじりって広げてたっけって全然覚えてない俺も覚えてない、全然覚えてない、じゃあデイジ行きたかったんだよ、うん、でもしょうがないですね、あ今日もおなじみのリスナーさん、うん、ツイキャスにいらしてますね、コメント読んでください、いらっしゃい、はい、いらっしゃい、ケイシー高飛車さん、こんばんは、いらっしゃいませ、高見さんのフェイスブックのコメント欄に謎かけ書いておきました、あれマジで、あいいはず、そうなの、マジ見てみて、全然見てない、ごめんなさい、探してる間に、サウロ兄さん、はい、だからポテチ食べた後は指舐めちゃダメってば、舐めちゃうんですよねこれが美味しいんだこれが、これが一番美味しい、わかる、やっちゃうよね、ポテチより美味しい、魔法のスパイスだっけ、なんか反射神経でやってしまうんだよね、反射神経で反射神経で舐めちゃうの反射ではっはってペロペロペロってごめん新しいなそれ、新座タッチーさん、こんばんは、龍角散をよく舐めてます、これ危ないですよ、もうこれ完全龍角散ジャンキーですからね、中毒だ、わかる、もう一回買ったらもう止まらないですよ、わかる、わかる、うん、口に入ってないと落ち着かないっていうか、うん、他のじゃ足りないよね、足りない、やっぱ龍角散だよ、ね、シグナスさん、皆さんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます、ポポー危な、今危なかった今、そうそうそう、だからねそれもゲストのね、あのサンチェスさんがミッチーさんね、ミッチーさん、そうそうそう、はいはい、みっちゃん、みっちゃんね、そうそう、一瞬誰かなと思って、だからみっちゃんが、いやあのマッスルも、そうそうそう、マッスル全然使ってないけど、だからよ復活させようって、ラジオ向きじゃないもんいいやし別にや、ありがとうマスポッポはラジオ向けじゃない、うん、ラジオマッスルね、マッスル、マッスルの方噛み合わないみんながどう見てもマッスルの話じゃあここで、うん、あのちょっと、うん、高飛車さんの、おう来たか、おう来た、コンビニとかけまして、うん、はい、噛んだな、もう一回もう一回いきましょう、うん、コンビニとかけまして、噛んだ、噛んだな、もう一回いきましょう、コンビニとかけまして、うん、はい、リア充と解きます、うん、はい、その心はいつも空いています、空いています、空いています、空いていますと、空いています、ああ空いてがいます、空いていますね、うん、テンポが空いてます、はいはいはい高見が説明した、漢字で見たら分かりやすいです、なるほど、漢字で見たら、うんうん、ちょっと言葉にするとあれですけど、あの高見が下手だったな、ちょっとイントネーションだって、どっちのイントネーションって変えるの難しくないですか、噛むので、で持ってかれてよね、ね、最初、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい高見者さん、すみません、持ってっちゃいました2回もすごいよね、はい、2回噛むって、ハッチーさん、こんばんは。こんばんは。いつもありがとうございます。ポッポー。あ、ごめん。ここはありがとうます。忘れてた。ポッポーだけ言っといたけど、一応。さっきに食い気味で言ったけど。テレルさんも早速コインくださってますね。ありがとうございます。本当にありがとうございます。ポッポー。イミッチおじさん。実業じゃなくて実技。今も西原でやってますかね。ん？あ、ごめんなさい、その前に来てるよ。こんばんは。夜勤前ですが、ひとみんさんに癒されに来ました。フォークリストの免許。私も2年前に取りました。実業の先生からフォークリフトの、うん、リフト界のアイルトンセナと呼ばれてました。アイルトンセナね、アイルトンセ ンセナ、なんで、ね、音速の機構士ね、じゃそんな速くないですからねスピード毎日走って落ち着けるぐらいのレベルですからねじゃあなるほど、いいですね、小座地連おすすめですよ
そういうところで撮れるの？あ、そうなんだ。小座次連で撮りましたね。特殊なんとかですか？小型2種みたいな、はい、うん、普通のフォークリフト免許。へー、いいね。なんかそういうの持ってたらさ、うん、かっこいいよね。よかった。でもちょっとやっぱ高校生とかいっぱいいるさ、うん、ちょっとなんか失敗しちゃダメだから、うん、このコース曲がるときとか、はい、ちょっと意識してカッコつけたらやっぱ削るっていう、うん、そこでパニックを起こしてコース外れて、はい、かっこ悪かったね。皆さんちょっとお待ちください。何ですか今ね、残り時間が30秒って表示されてるんだけど、はい、これは何ですかね。何ゼロになったら CM いっちゃうのかな、もしかして。そういうシステムあるんですか。なってるかもしれないね。ああ、強制の、うん、これは FM 機能さん。そんなこと言ってるうちに15秒だよ。お、一回見てみます。お、見守ってみよう。お、 CM 行きましょう。どういうことだ、スタッフさん。7、6、いいね。まず4、言うんすか、そして3、これ言っちゃうんすか。ドキドキするねこれ。1、なんだおい、何も起こらない。何も起こらないやん。単純にちょうど10分になりましたってだけ。そういうこと。なんだこれ、ややこしい。なんか今の時間返してちゃうと。今増えてる、増えてる。今度時間が増えてますね。そうなんだ。サウロのお兄さん、はい、サンチェスさん、フォークとスプーンの免許おめでとうございます。ありがとうございます。なかなかスプーン大変ですからね。スプーンは音速の機構士なの、それ。スプーン、フォークいる。フォークとスプーンいるよ、大事だよ。いや、いるけど、うん、特に欧米では必要だから、うん、欧米か。面白い。面白くはない。面白い今の。面白くはない。何それ、聞いたことない。まず他人の流用だけど。何それ、超面白いけど。恥ずかしめないで。すげえ面白かった今。待って、テーマに戻しましょう。今日コンビニなんで。そうだよ、コンビニだよ。今日テーマフォークリフトなんですけど。違うわ。あ、何だっけ。コンビニ。そうだ、コンビニだ。違うわ。違うわ。コンビニだ、コンビニ。コンビニコンね。コンビニについてさ、うん、まああるよ。お、話があるよ。あるよ。びっくりした話ですか。あ、びっくりした話プラスコンビニを合ってるんだけど。合体すんの。はい。そうそう。そうそうじゃないでしょ。うん。コンビニでびっくりした話ね、じゃあ。うん、コンビニでびっくりした話。お願いします。びっくりした。何。あ、びっくりした。びっくりしょ、久々のラジオで撮ろうと思ったらやめだよ、うん、やめだよ。やめだよ。あのね、はい、最近、うん、まあ、コンビニまとまってる。肉が食べたくて。大丈夫、はい、お肉が食べたくて。肉から話そうかな、どっから話そうかな。え、どっから話そうかな。ちょっと待って、まとめてちょっと言ってもらっていい。そうだよ。じゃ、ちょうど昨日あったんだよ、昨日。はいはい、昨日忘れるな。で、早さを忘れる。びっくりしたことが2つ重なっちゃって、うん、はいはい、どっから話そうかな。前振り怖っ。ちょっと待って、これ前振りのハードル高いですけど。怖いけど。いやいや、昨日さ、ちょっと用事が終わって、はい、で、すっごいお肉が食べたかったの。お肉ね、うん、いいね。で、近くにちょうど牛角があったから、お、牛角に一人で行ったわけ、ね、うん、あ、いいですね。一人焼肉して贅沢に、はい、いいですね。今日ぐらいは贅沢しようと思って、お、はいはい、食べて、はい、でもうそこの牛角の店員さん、すごいいい素敵な対応でさ、はい、お、なんかもう気持ちが良かったんだよ。お肉でございますみたいな、なんだそれ、ちょっとわかんない。素敵な対応。違う、うん、進めて、進めてください。意外に普通だったから いじりにくい。そう、いじりにくかった。で、はい、満足して出ました、うん、はい、さあ帰ろうと車に乗ろうとしたら、うん、打ち鍵してて、オーマイガシ、鍵がない。刺したまんまなの、私。そうか、壊してる。相当ぼーっとしてたんでしょうね。終わってる。刺したまんま入れるのは初めて。ピーとかならないの。いや、だからうちで鍵をガチャってしてから閉めたってことですよね。そう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 、ピーって鳴ってんのも気づかないぐらいだ。リスク高っ。まあまあ、買うために打ち鍵。どうしたんですかそれで。で、はい、あのさ、業者予防にも結構かかるんだよね、うん、お金って。あれ1万円結構するよ。そう、調べたらするから。俺何回もやってるから。マジか、うん、はいはいはい。常習犯っぽいっすよね。はいはい、それで。で、さすがに1万は痛いなと思って、はいはい、どうにか開ける方法ないかなってネットで検索したら、うん、ちょこちょこ出てくるわけ、うん、でもこれはちょっと犯罪にもなるものだから、うん、はいはい、詳しいことは載ってなくて、なるほど、全部自分で一応調べてみたいな感じで書いてあって、うん、はいはい、でその中でこれならできそう私でもっていうのを、うん、ちょうど近くにそういう、うん、安くで使えそうなものが売ってる店があったから、うん、そこで調達してきて、はいはい、でやってみたわけ、うん、はい、押したらすぐガチャって開いちゃって。へー、すごい開くよあれ。開くんだね。そうだよ、びっくりした。簡単に開くよ。引っかかりがあれば多分、そう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 、取るんだよね。へー、うん、ちょっと周り気にしながらやったんだけど、意外にもあっさりと開いちゃって、あれ、うん、
牛角？牛角、あ、牛角はもう終わった。あ、終わったんだ。そう、え？店員さんはどうでもいい。いや、それにびっくりなんですけど。牛角終わり？中傷だったんでしょ？牛角もある、まあ、バークレーなんだけど。ああ、なるほどね。バークレーって言えよ、それ。言っちゃいけないかなと思って。いや、見てる人もいたかもしれないわけさ。いや、いるでしょ。じゃあ、それがなんでそう思ったかっていうと、うん、その後に、あ、違うな。鍵開ける前にさ、うん、あ、ダイソーとかで買ったのかな。そうそう、ダイソーで買ったんだけど、一回ちょっとリフレッシュしようと思って、うん、あのコンビニに寄ったんですよ、はい、でコンビニ行ってちょっとさっきの焼肉じゃ足りなくて鶏皮が食べたいなと思ってさ、はい、で、焼肉食べ鶏皮食べたいからコンビニ行ったの。食べた後にそう、あの、まあ、次行くところにも手土産として買っていこうと思って、なるほど、うん、行ったんだけど、うん、なかったわけ、はい、はいはい、でその近くにさ居酒屋があって、はい、焼き鳥持ち帰りってあったわけ、はい、おお、いいじゃないですか。だから、あ、こっちだったら美味しい鶏皮が売ってそうと思って、うん、聞いてきたわけ、うん、そしたら鶏ももしかないですって言われて、うん、はいはい、うん、だから、あ、そうなんですね、じゃあ、うん、大丈夫ですっつって帰ったわけ、うん、で、その後の鍵開けた話なんだけど、はい、翌日になって時系列がめちゃくちゃやし、まあまあ翌日になってごめん、翌日になってあのさ、Facebook のメッセージで、はい、あの写真、あ、うん、その時の写真を私あげたわけ、はい、Facebook に。そしたらそれを見た Facebook 友達の人がメッセージ来て、うん、あの写真にバークレーが写ってたんでもしかしてと思ったんですけど、うん、昨日焼き鳥持ち帰り訪ねてきませんでしたって来て、お店の人だった。そう、つながってた。すっげー。で、私メガネしてちょっとあの、まあ、普段と違う格好していったのに、うん、はい、すぐバレちゃったんですよね、うん、メガネぐらいじゃん。わ、ね、かるよ。だからちょっと恥ずかしくってはいはいはい、めっちゃ素で行ったもんだから気をつけないとなって思った。まあそうですね、うん、そっちなのね、まとめのあれは。あ、結局気をつけなきゃいけないっていう、打ちかけも気をつけないといけないし、うん、そうだね、あと話もまとめて喋ろうか、うん、あ、ごめん確かもうなんかめちゃくちゃで、そうだね、やるときにはちゃんとね、うん、自分でやってるけど自分の車だったからよかったけど、うん、もしねあれで勘違いされたらってことですもんね、うん、繋がったりする、ね、要は100均で車は開けられるってことね、うん、開けられちゃうみたいだねまとめるとね、うん、皆さんやらないでくださいよそうそう、ってびっくりした話でした。すぐバレますよ、うん、OK です。で、結構時間使っちゃったね、うん、そうですね、じゃあ CM 行きましょうすごいですね、でもえ、そんなに牛角で食べなかったんですか、何にも。何食べたの、牛角。何食べてたんですか。え、行って、なんかさ、キャベツ豚、キャベツ線と豚肉が盛られてるやつのセットが。なんだそれは全然伝わらない、わかんない、伝わらねえな。キャベツ線、え、メニュー名忘れた、なんだっけな。コンビニでキャベツ豚太郎みたいな名前。キャベツ豚太郎キャベツ太郎やし、それはキャベツ太郎だ。引っ張られすぎでしょ。夜食べたんですか。夜でも昼でもいいだろ別に。大丈夫。いや、値段が気になる、値段がいくらぐらいしたのかな。690円。気にするポイントがわからんやつ。全然夜ですか。別にいいけど。でもやっぱり炭で焼いてるお肉が食べたかったんですね。お弁当のお肉とかね、あるじゃないですか。コンビニのお肉でも良さそうだけど。違うんだけど、そう。始まりましたよ皆さん。あら。はい。エイビックのエイビックラジオです。ごめんごめん、焦った。なんかめちゃくちゃだな。スポンサー紹介ですか。そうですね。そうですね、はい。はい、今週はエイビックの紹介になるんですけど。はいよ。あれですね。10月ですね。10月ですよ。はい。10月というと、ね、とうとう、運動会来ました。うん、違うね。ハロウィーン。もう違うね。あお。うん。コミコンだ。あ、行きたいね。行きたいです。うん。ポスターですよね。ね。あの。全然スポンサー紹介しましょう。そうですね。ここで広げたら止まらなくなる。はい、ですね、10月といえば、はい、トータルリビングショーというあの住宅の展示会が、ね、沖縄中の、うん、ありましたね、関係者を集めて、はいはい、やるものが行われるんですけど、はい、そちらの取材に、ウチナーナンバーワンとスマイルスマイルキチン両方行きます。あのスポンサーさん、日清ホールディングスさん、はい、キチンサービスさん、あと琉球銀行さんも出店してますので、はい、行くのは明日土曜日のお昼に行きますので、はい、もしかするとタカさんに会えるかもしれませんよ。おお、うん、タカさんイケメンだよ。うん、最近ファンが増えてウキウキしてるよ。最近女の子の会う人会う人にね、いい男だねって言われるんで、そうそうそう言われてるから、うん、いいはず、うん、
俺も言われたい。最近あんま言われないんだよ、うん、なんすかうんってなんすかうんってはい。で、番組ですね、スマイルスマイルキッチン、毎週土曜日、一週を除く毎週土曜日、うん、朝の10時50分から、はい、でうちのナンバーワン、毎週土曜日、朝の11時15分から続けて放送されていますので、うん、よろしくお願いします。お願いします、はい、続いてじゃあ曲ですね、はい、何ですか今日の曲は。今日の曲はですね、大好きだストレートの。スティリティーですか？スティリティーネですか？それそれ。スティリティーネ。スティリティーネ。スティリティーネの。ティーネのあれですよ。あれを持ってきましたよ。ヨシヒコのテーマ。勇者ヨシヒコの第3期が先週から始まりまして。第3期まで行ったんだ。めっちゃ面白いわ。やっぱし。山田行き。ということで、これは第2期のオープニングですね。第2期。はい。ストレートナーで From Noon Till Dawn。いっちゃれ。はい。コメント全然読めてないな。ね、ちょっと開けたら読みますか。開けたら読みましょう、はい、全部読みます。一応メールも来てるんですけど全部読みます。今のうち広いじゃん。メール読みながらコメント読みます。今じゃあちょっと曲ならないでちょっとあんこ読みましょう、うん、よいしょ。コメント今日20名ぐらい聞いてくれてますね。あー嬉しい、ね、嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。高見さん、コンビニで売ってるドリンクについてるおまけが好きです。あー、俺も大好き。その話したい。今来てる写真が大好き大好き。このフィギュア何のキャラか分かりますか？分かるよ。モグロ福蔵と、うん、それそれそれ。俺今集まってこれ何でしたっけ、これ何だっけ。ヤマメじゃなくてちくわぶゴンスケみたいな。何それ、何だっけ。ハトリコ全然分かんない。これこれどこにツイキャスがね、ちょっと正面じゃないから。これあのプロゴルファー猿とハトリくんは買いました。あれコンビニっつっても藤子 F 藤尾作品の、そう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 。俺、これ本当に分かんない。なんで皆さんこんな集めるの。嘘。俺全然買わないから分かんないですけど、なんでそう、だって、うん、あ、欲しくなるでしょ。分かんないぞ。じゃあ、普通にじゃあコーヒー飲みたいってなるさ。はい。あ、コーヒー飲もうと思って、パッて見たら、おまけがついてる。はい。100円でおまけついてる。はい。ついてない。ついてる。はい。どっち。あー、だってことは、これってあれですか、缶コーヒーですか。缶コーヒーです。ペットボトル派。あと普通のあのこのなんか腹立つ今の。あれペットボトル派。ペットボトル派にもついてる。あのカップみたいなやつ。あのカップみたいなあのペットにもあるやつ。ペットにもさってある。ストローさせるやつ。俺。だってなんかじゃなくて単純に缶コーヒーなんか同じ値段ぐらいで容量もっと多いやつがある売ってるじゃないですか。せらなんか。ね、だからつまらぬ男よの。だからそこで多分違うんですよ。そうなの。単純に。つまらねえわお前。だって全部集めるまでに結構お金かかりますよね。追加するバルサーが600円とかでしょ。ああそうなの。 あ、6種類とかなんですね。そうそう、5、600円とかだから集めたらどこに置くんでしょ。あ、でもそんな話しました。俺がやり飾るんだよ。で、そしたらめっちゃいっぱいになりません。それでいいんだよ。へえ。だから楽しいんやし。だからコンビニ行ったら楽しいんだよ。そうなんだ。なるほど。ああ昔集めたな。ジングルサロニーさんも言ってるよ、高見と同じ言ってた。あ、それなんだね。この論争いいんじゃない。男の人 の集めコレクションしたい症候群もね、分かるけどね、分かりますけど。高見さん、写真ありがとうございます。それ知り負け、もう一回。そうですね、うん、これ、マウスがなかなかそう難しい、いじくりにくいですね。あ、ディアゴスティーニとかは分かります、俺。いや、それとセットの写真じゃなくて、要は、こう、迷子ついてくる。全然分かってない。話にならそうなの。全然分かってない。そう、おまけの良さ。ひとみんの、じゃあが作れるディアゴスティーニができたとして、どっから、第一段階何を言ってるの。なんかひとみんのディアゴスティーニどういうこと。右足からですか、まずは。あ、バービー人形的なこと。言ってることが分からん。あと30秒。ほら、あと30秒で終わりやし。最後顔面でしょうね、顔面。顔面は最初でしょ。顔面くっつけてなんか。あ、でも最後に顔面くっつけて。秋田家長とかって嫌でしょ。俺はそれはそれでいいかもしれんけど。あ、てるるさん。そうそう、カメラの位置がね、顔が見えないですよね、みんな。全然曲聞いてないわ。あと10秒。わかりました。そうなの。始まるの。
はい、始まりました。 ABIC の ABIC ラジオ、今週のテーマはコンビニです、うん、さっきねちょっとコマーシャル中にいい話があったんですけど、だいぶちょっとトラブって喧嘩になりそうだったんですけど、そうでもないですよ。あのペットボトルとか缶コーヒーについてるおまけ、高みはいらないと、うん、いらないとは言わないけど、あれ重要だよ、あれ重要だよ。ひとみんはどうですか、あったらやっぱり買うよね。ごめん、私も買わない派なんだよな。はあ、じゃあ筋肉マンの筋消しのやつとか、うん、ストリートファイターのフチコさんみたいなやつとか今までいっぱい出てきてるさ、うん、買わないの。一回も集めたことない。マジ、全然理解できない。ダメすぎ。まあまあわかりますけど、まあわかりますけどっていうかわからないけどいやわかりますよ。どっちだば。わかりますよ。ディアゴスティーニはわかるっていう。ディアゴスティーニはおまけじゃないやろ。あれが本編、あれがメインなんだよ。まあ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 。いや、ディアゴスティーニとコンビニのおまけ一緒にすんだよお前は。それはあれです。あ、サオロ兄さん、もう高見が高見と同じ。さっき、ね、CM と曲中にね、あ、言ってた、言ってましたけど、景品にお金ついてたら買うって。わかる。景品にお金ついたら、うん、サオロ兄さん、それは買うね。なんちゅう元々これいくらおまけでつければいいんですか。100円のコーヒーに対しておまけで金額お金つきますよと。いくらだったら買う。いくらだったら倍ぐらいついてたら破産だわ。何のこれ、あれボランティアか。何の話しまして。バラまきにもほどがある。コンビニ行ったらじゃあお二人はコンビニ行ったら、じゃあもしそういうのがついたらそれを優先的に買うってことですね。そうですね。物にもよるけど。いつも何買うんですか、コンビニ行ったら。絶対買うものとかあるんですか、3人。コンビニ行ったら必ず寄ったらこれ買っちゃうみたいな。あるよ。セットなんかあるじゃないですか、セットってなんか食べるセットね。うん、三種の神器があるよ。ね、何それ。ですか。まず、うん、タバコ。はい、はい。タバコと、うん、あとボスシルキーブラック、あー、はい、コーヒー、はいはい、と龍角散シークワサー。この3つはもう3種の神器と呼ばれてます。そのうちの1つ腰にあるね。これ絶対買わない。ひとみんは。私あれ、バナナオムレット。え、意外。あの生クリームがたっぷり入ってる。 あれ何それ、超うまいよね。美味しいわけこれが。バナナオムレットとかも全然買って食べてない。緑で売ってんの。何ぶり。緑か、緑も青でも売ってる。どっちかだったかな。どっちでもある。コンビニ名出しちゃダメだろそれ。あ、大丈夫ですか。大丈夫、大丈夫。いいでしょ、いいんじゃない。え、いいんですか、じゃあ、はい、ファミリーマートか。いや、ここさえ自信持って言っていいですか。あ、3つけた方がいいかな。そうですね、そうですね、じゃないけど。ファミリーマート様か、はい、ローソン様か、どこもよ、ココストア様か。ココストア様。ココストアも買収されてもファミリーマートなんです。そんなこと言わないで。残念ないけど。言葉。ココストアのフランスパンチョコレートみたいなやつが俺好きだったんだよ。ココストアの、あの、うん、お惣菜、マイクに お惣菜の、うん、そのパンコーナー良かったなって思うんですけど、うん、あ、すっごい良かった。あれは良かった。揚げパンとか超好きで、焼きたてのところとか美味しかったよ。最高だったね。うん、もうないの。寂しい。だからね。いや、どっかにあるはずだよ。うん。情報お待ちしております。ギャラリーいっぱいある。ギャラリー気になる。なんか何ギャラリーなんかすごいことになってる。本当だね。いっぱいいる。コンビニについて、はい、私ちょっとフェイスブックで呼びかけたんですけど。あ、そうなんだ、はい。そしたら結構いろいろと来てまして。お。まず皆さんのおすすめのコンビニ商品はありますか。あれ、これあるわ。あとコンビニ行ったら買ってしまうものありますか。三種の神器ね。でコンビニ商品でできるアレンジ。ありますかとか、 あと4番、本当は教えたくないコンビニ商品の最高な組み合わせなのなど教えてくださいということで呼びかけました。わかる、わかる、それわかるわ。あるの、あの、うん、本当に、うん、もうごめん、オーソドックスの言っていいですか、うん、ローソンですが、うん、ローソン L チキとバンズの、うん、あれ食べたことありますよ。 あるある、あれ超美味しくないですか。うまい、美味しい、自分で作れる。そうそうそう、 あれにケチャップ&マスタードのやつをもらうんですよ、うんうん、はい、あれをベッドつけて、はい、食べたら超うまいんですよ。あの学生の頃からやってます。うまいね、うん、シンプルさがいいよね。そうそうそう、安いんですよ、そのバンズもそれ用なんで安いんで、うん、俺もあるよ。何、ファミリーマートの、うん、スパイシーチキンと、うん、スパチキン、ボスのブラック、セミの違う、違うボスシルキーブラックではなくて、はい、普通 の缶コーヒーの、はいはいはい、ボスのブラックと、はい、スパイシーチキン、はい、これがすごい合うんだよ。あ、特に眠い時、あ、はいはいはい、やばい、死に目覚める。なんかわかる気がする。わかる、
デジ目覚める。スパイシーチキンで目覚めるんですか。スパイシーチキンとこのブラックコーヒーの組み合わせで、メガシャキ。そうなの。違う商品の名前出てきたけど大丈夫。メガシャキになるけど。どうですか。満腹感になって逆に眠くなったりしないですか。そんなことない。そんなことないんだ。あれぐらいでお腹いっぱいになったらやどんなよ。どんなよや。ハッチーさん、オイラタルタル派って。タルタルってあるんですか。あるよ。あるんじゃないですか。ええ、タルタルソースがあるってこと、うん、あるある。ネットでもらえるんですか。マジ。マヨネーズよりもタルタルが多い。沖縄にタルタルってないんじゃない。いや、あるよ。ある内地でしか見たことないけど。あるよ。あるっけ。顔面にパッて食べたことないの。ないよ。嘘でしょ。そ、見たことないよタルタルなんて。タリタリタイ。はい。タリタリタイ。タルタリタイか。なんか言ってる。わかんない、なんだ今の。タルタリタイなんてあるね、コメントして、コメント欄 の、はい、あの内容を読んでもいいですか。いいでしょう。はい、ですね、ちょっとラジオネームっていうのがないので、うん、匿名ダメでしょ。じゃあ比嘉さんで。おい比嘉さん、アレンジ、はい、鍋の具材がないときにコンビニのおでんを使うそうです。あー、いいね。あ、でも分かる、そういうのいいよね。早いね、時短だね、相当。あー、もう味ついてるからな、ね、うん、しかも結構お値段もそんなにね、安いからね。私もやる、よく、あのお腹空いてるんだけど、うん、でも時間的にちょっと遅い時間で、うん、がっつりは食べれないなっていう時に、うん、コンビニの春雨スープ、うん、春雨、はいはいはい、あと豆腐、やっこ、やっこあるやつ、やっこさんね、はいはい、とあのサラダチキンっていうやつを、はいはいはい、今ね、流行ってますよね。流行ってるよね、ブームで、はい、あれ買って食べてるのよ食べてるかな、まあ、停止、あのね、サラダチキンはあの結構カロリー低いんだよね。そうそうそう、ご飯入れるよりも豆腐の方がカロリー低いし、はいはいはい、サラダチキンの方が、うーん、ね、お肉、豚肉とか牛肉よりはカロリーが低いので、はい、ね、せめて食べたい時はそれやるね。うん、超美味しいわけ。うまそう。そう、さらにそれ、あのおすすめはね、卵、卵、かき玉、はい、かき玉の春雨スープにそれをやるんですけど、あの卵をさらに入れるわけ。それに、そうそう、卵、この卵、うん、で、あの、まあレンジでチンします。固まるじゃん、はい、で、固まるね。まあ豆腐とサラダチキンを入れるじゃないですか。その上にちょっとごま油とごまかける。すごい、うまそう。超美味しいわけ、これが。グルメってるね、あなた。そう、最高だよ。まあよく食べちゃうんだけどね、結局食べ過ぎちゃう。簡単なやつもあるよ。何？熱燗レンジで温めてもらって、はい、日本酒、はい、あとおでん。熱燗ですよ。もう熱いじゃん。熱燗。熱燗。お酒は止めて熱燗にするんですね。そう、あの熱燗にしてもらって、はい、でコンビニのおでんを買って、うんうん、寒い中で食べるわけ、外で、うん。たまらん。たまらんな。たまらんけど。わかる。デージうまい。なんかコメントでブルガリさんがだいぶ、はい。ん、どうした？なんてなんて。すごいこと言ってますよ。コンビニ商品で一番買いたい商品はエロ本に決まってやるけー、気になってしゃあないねんって。それは一応ある。超テンション高い。一応エロ本はコンビニで欲しくなるけど、ちょっと目を気にしてしまう。買えるの？めっちゃする。買う人っているの？俺でもあれってさ、あれってさ、ちょっとため息でごめんなさい、あの別にいいでしょ。いや、あれも学生で俺卒業したんですよね、そういう雑誌って。今まで映像があるじゃないですか。何を暴露してるの？インターネットがあるからね。そう、ネットがあるから。こんな奴らが AV 業界を殺してるんだよ。どこの人ですか？買わないと、AV は。エロ本も買わないと。何ネットに頼り切ってれば。こんなのから許せないね。あ、某書店にって思いますよ。思うでしょ？思う。月1で買うからね、俺は。アンリが無敵デビューした時の話は。誰？やめとけ。なんて日だ。危ない。待ってて。ブルガリさん暴走してるな。いいね、ブルガリさん、俺好きですよ。うん、じゃあこっちとメール来てるんで。あ、メール、はい、あの沖縄コンビニセンターから。あ、ありがとうございます。楽しみだね。ポポポ。大体もういつもちょっと回文が来るんですけど。回文ね。皆さんこんばんは。こんばんは。四字熟語ってコンビニも入るの？私コンビニの形を見ると島豆腐を食べたくなる。もう本当に意味が分かる。あ、なんとなくわかるよ。なんか四角だからね。四角い形してるもん。四字熟語コンビニじゃないし。理解しようとしてるけど、分かんないな。ほんとマジ、うん、たまになるよね。なるの。ちょっとあの酔っ払って家帰るときとかね。コンビニを見て、なるかよ、俺。ならないでしょ。なるかおい。あ、まだまだ来てますよ、ジュメ。あ、ほんとすごいね。いいね、いいね。ありがとうございます。アルファウィングケインさんから。はい、ありがとうございます。ポポ
どうもひとみんさん、サンチェスさん、たかみーさん、番組スタッフの皆さん、はいさーい、はいさーい、夕方6時台のはやみーさんとその子さん、マシャさんが出演している番組のおかげで、うん、金曜夜の番組が楽しくなったアルファウィングケインです。楽しくなりましたね。今夜のテーマがコンビニということで、コンビニに行ったら買ってしまうものといえば、うん、ファミマの1000円100円ホットケーキと、なんてごめんなさい、1000円です。1000円ホットケーキ高いな。ファミマの100円ホットケーキと、美味しいよねあれ、ドリンクタイム、明治のドリンクタイムのアイスカフェオレです。わかります？ああ、アイスカフェオレね。はい。甘いものが欲しくなるとき、なぜだかこの2品は外せません。はい。弁当や惣菜メニューだと、卵とひき肉、ほうれん草のそぼろが入った3色弁当と、あれうまい。美味しいかも。美味しいですよね。ファミチキも最高にたまりません。たまらん。最近だと完全に絶滅されるココストアの店内手作り弁当や焼きたてパンも種類豊富で選べて美味しかったのに、言わないで、どんどん合間に衣替えされて残念だ。他にも美味しい写真もメールしますね。ではでは最後までチバリよーってことで、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。ココストアね、あのホットケーキ2つ入ってるさ、100円の、はい、あれ一気に食べる派ですか、一枚一枚食べる派ですか。食べたことない派です。オーマイガーシ、ごめんなさい。食べとけよ。美味しいですか。別々に食べるかな。俺丸々いっちゃいますね。マジ別々に食べるのがめんどくさいから、うん、丸々2枚重ねて食べる。はいはいはい。あれ、これ中に蜂蜜かなんか挟まってた、メープルシロップと、あ、バター的なマーガリン的な入ってるね。これでもレンジで温めたら危ないですよ。うん、シロップが全部溶けちゃって、なるほど、全部垂れてくるんですよ。ベチャベチャする。そう、後ろよだれみたいにダラダラダラって、うん、なんで、はい、食べて食欲失せたと思う。あ、ごめんね、なんで例えが悪かったな。ごめんなさい、覚えてなかった、ごめん。牛のよだれのようにダラダラと垂れてしまうんですよ、メープルシロップが。やばいね、キリンのなんか舌みたいなね。よく牛かわいいよね。うん、まだ変わったの。どうにか牛の話に持っていこうとしたけどダメだな。ココスターはね、うん、そのココスターの話がちょこちょこ聞かれますが、みんな好きなんだよやっぱり。Facebook のコメントにもココスターについてコメントありました。うん。うん、なんだっけ、なんとかタックだっけ、何か変わったコンビニになってるのを最近知った。県内で数店しかないらしい。何それ？なんとかタック？なんとかタック？カウンタック？違うでしょ。なんだろう、うん。なんとかタック。わかんない。ツータック。いや違うでしょ。あさと駅のね、近くのココスターはあれになったんだよね。三つうろこグループの三つうろこ。え、何それ。に変わったんだよ。あ、まるこちゃん見てないんですか。コンビニですか。そう、コンビニ。まるこちゃん。うん。だからね。まるこちゃんの CM に流れるやつでしょ。やってるやつ。だからね、あれってなんだ、銀行。全然わかんない。ずった気がするんだけど、コンビニになるん。コンビニじゃないんですか。三つうろこって店舗。うん、じゃない、三つうろこグループのグループのなんとかって書いてあった。そこのことかな。あやふや、あやふやだ。あやふやな情報をお届けております。知ってる人教えて。すいません皆さん。僕の地元の久米島はココストアしかなかったんで、うん、あ、そうなんだ。2店舗だから全部多分ファミリーマートに変わってるのかなって思うとちょっと哀愁が悲しい感じ。たかしーさん、あ、久しぶり、こんばんは。コンビニでは車内のゴミを捨てて、その後はブルーベリーのヨーグルトか炭酸水を買って出ます。ダメでしょ。報告ですね。ブルーベリーのヨーグルト、そこ反応するんだ。俺今別にビビることではないでしょ。ごめんなさい、俺ブルーベリーガムのかに言えたんですけど、ヨーグルトなんですね。ヨーグルト、ブルーベリーガム、俺久しぶりに食べてないなと思って。いや、ガムとヨーグルト違うから、ね、違ったらなと思って。ヨーグルトか、ヨーグルト。おい、あ、最近ね、最初からブルーベリーなんですか。入ってるやつあるよね、ブルーベリーとかイチゴとか。あ、うん、美味しい。あ、ある、うん、私最近あれが好き、生クリームのヨーグルト。あるな、それ。ありますよね、ちょっと高いやつね、ちっちゃくてね。そうそうそう、青いケースの、うん、コンビニ行ったら1個ずつ売ってるから、うん、あれちっちゃいやつか。そう、ちっちゃいやつ、ちっちゃいとっくりみたいなやつ。そうです、そうです。あ、あれ超美味しい。美味しいよね、確かに、うん、そうそうそう、うん、買わないな。買おうぜ。でも普通のプレーンの味のヨーグルト、うん、味がついてないやつ、はい、あれ買ってフルーツタッコンで3日ぐらい放置しとくわけ、はい、そしたらもう甘くなって美味しいよ。あ、いいね、美味しいよ。いい、ね、それもヨーグルトを食べるんですか。はい、へー、はい、そうですよ。ヨーグルトごと食べなかったらどうなるんですか。なんか お肉つけてなんかそのままね。いやいやいや、
ヨーグルトから出して水で洗ってフルーツだけ食べるみたいな。どんなよ。食べますよそれは。ドライフルーツ入れても美味しいよ。あ、それ、あ、うん、ドライフルーツをうまいんだよ、ね、一晩置くと、うん、ドライフルーツがプルッとするんだよね、ちょっとプルプル、あ、水分が戻ってヨーグルトからの、うん、そうそう、美味しいんだよ、美味しそう。単純にあのフレッシュなフルーツ入れるよりも、うん、なんかコクがあって美味しい。やってみて。一旦 CM です。はーい。いや、コメントいっぱい来てる。コメントいっぱい来てるよ。次コーナーですけど、準備とかありますか。ケインさん、安室奈美恵にあるここ、すみません、あさと駅前にあるココストアが全く聞いたことのない名前のコンビニありますね。先日の那覇祭り帰りついでに通りかかりましたよ。うーん、何それ、ちょっと南部の人いっぱいいるんだから教えてよ情報。てか写真多分あるでしょ。まさかや。え、もうそこまでバレてるの。ありそうだけど。あとはケインさん、ココスターのクロワッサンは最強の菓子パンでした。もうなんかこの過去形が寂しい。でしたとか、まあ、もうだったないですからね。美味しかったとか。確かに。あ、絶対まだ生き残りがいるって。あと10秒。次一人じゃない ?5、4、3、2。始まりましたよ皆さん。うん、なんかすごいシーンとしてるね。コーナーです。コーナーです。コーナーですよ。あ、私のコーナーでしたね。そうですよ。はい。どう入るの？え、もう入っていいんだよ。あ、まだまだコーナー紹介だからよ。あ、コーナー紹介とかあるんだ。コーナー紹介とかこの振るやつがあるんだね。なんだこのもちゃもちゃした感じ。ひとみコーナーお願いしますぐらいあるのかな。あ、ごめんね。俺もいきなりひとみからボーンって行くのかなと思った。そっか、その辺ちゃんと打ち合わせしないと。そうだね。ラジオ中に戸惑う。お見苦しいところお見せしました。はい。月一コーナーです。はい、やり。ドミンの月一コーナーですよ。題して四字熟語で遊ぼう。ママ。はい。ママ、新コーナーとなっております。はいはい、うん、なんかシリアスな音楽。だからね。歌から。入りにくいな。いいですよ。どうぞどうぞ行きましょう。入りにくいって。行きましょう行きましょう。はい、あのね、いつもやってるコーナーがね。はい。まあ、あれも良かったんですけど、はい、まあ、自己満から始まったコーナーが自分の持ちネタになって、はい、周りも幸せにするコーナーに仕上がった、うん、多いですね、うん、でも私このままではちょっとダメだと、なんか終わりたくないというか、ちょっと、ま、もうちょっと、はい、こう成長するじゃないけど、うん、はい、リスナーさんも楽しんで、はい、私も成長できる、うん、なんかそういうのやりたいなと思って、うん、はい、漢字苦手だからって。そうそう、漢字苦手なのよね。、はい、漢字とか活字とかあの日本語会話、まあ、さっきもアイルトンセナがちょっとねちょっと言いづらそうにしたから、まあ、まあまあまあ、そう、うん、そういうのがあるから、うん、いろいろとね知らない言葉もやっぱいっぱいあるわけですよ、うん、はいはい、勉強してこなかったもんだから、うん、はい、で知らない言葉を調べたりとかすると、うん、なんかあ、こんな意味だったんだって知って、はいはい、すごい楽しかったの、はい、うんうん、でそれをまた使ってみたりとか、はい、相手が使ってたら、はい、あ、こういう意味だってすごい分かりやすくなったりと か、はい、なんかあ、こんなに楽しいもんなんだなって思って、はいはいはい、でその中であの四字熟語って、うん、まあ沖縄の人ってそんなに使うことって少ない気がするんだけど、はい、本社の方と話してると結構四字熟語いっぱい出てくるんだ、会話の中で。え、例えば、え、ちょっと忘れちゃった。ちょっと待って。ちょっとあなたのコーナーですよ。いやいやいや、今言われると忘れちゃった。例えばどんな風に出てくるのかあんまり分かんない。七肉林とか会話の中で、はい、どういう会話でそれが出てくるの。今日今夜ほんま七肉林やな。やめとけ。今夜ほんま七肉林やな。冷めるけど俺だったら。その熟語も後々出てくるよ。あ、出てくる。そうそう、やった。今日はないけど、まずやってみますか。ないんだ。まずはね、はい、それもね、実はそういう意味じゃないんだよっていう、ね、うん、知られてる意味が全然違ったりとかする、面白いなって、はいはい、だからそういう四字熟語をもっともっと知りたいなと思って、で調べていくと、はい、やっぱりこう人生の基礎になる言葉がいっぱいあるわけです。いっぱい、そう、なんかやっぱ座右の銘になるほど、あの
そういう人生の基礎となる言葉がたくさんある四字熟語、はいはい、もっともっと知りたい。だどうせならラジオのコーナーにして、はい、みんなでこれ、うん、この四字熟語について語り合いながら、いいね、あの自分の身にしていきたいなと思って、うん、そういうコーナーに作ってみました。四字熟語女子ね。そうそうそう、四字熟語女子。真剣なコーナーですね。真剣なコーナーで、まあ、この4人にないものですね。そうね、まあでも全然自由に遊んでもらっていいです。いいかい、うん、いその方がこのラジオの良さっていうか、ね、あの笑いもあった方が身になるじゃん。そうですね、遊びながら、はいはい、やりますか。じゃあ笑いあり涙ありのコーナーにしたい。涙も涙あるの。涙もあり感動もありみたいな。そんなある。ちょっと新しい時間を作りたいと思いまして、はいはい、しで一応題名四字熟語で遊ぼうにしてるんですけど、はい、何何でもない。早く遊ぼう。早く遊ぼうマジで。初めてだからさ、初めての回だからちょっと丁寧に行きたい。なるほど。あ、なるほど。ごめんね、ちょっと今早く早く遊びたいってなった。ごめんね。もうちょっと待って。エンディングなるよ。あ、そっか、時間もないのね。そうです。もう半分ぐらい使い切りましたよ、説明で。じゃあ、はい、一応このコーナーのコーナー名っていうのも仮なんですよ。はい。だからなんかいい案があったら、そうですね、送ってほしいです。なんかこんなのいいじゃんみたいな、まずやってみて考えましょう。ということで、じゃあ早速、うん、今日の四字熟語発表します。おい、お今日の四字熟語は積山寸水。噂だね。漢字で書くとどんな感じですか。はい、一尺の尺に山、はいはい、一寸の寸に水、はい、なるほど。この4つで積山寸水、うん、初めて聞いた。積山寸水、そうそう、積山寸水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 。もうふざけてますね。もうふざけてますけど、これね、三十歳の時絶対やりたいって言った理由はこれなの。なるほど。そう、リズムが、リズム遊びができそうでさ、踊らされてる俺。ありがとう。完全にちょっともうちょっと時間あったらね、これ遊べたんだけど、今日はちょっと時間がないってことで。で、意味が、目線を高くすれば目下に見える山や川が小さく見えること。解説、飛行機から自然の景色を見下ろすと高い山も一尺、大河も一寸の幅になる。高い山から見た景観の形容ということです。類義語が東馬、スンバ東人、はい、スンバ東人、もっと聞いたことないですね。スンバ、スンバっていうこと。そうそうそう、ありがとう。スンバ何、スンバ同人、ズンバ同人、スンバ、スンバ、うん、言っていいですか。サンチェスさんとバナさんでこうやって遊んで全然四字熟語入ってこない。意味が全然、意味もなんか全然入ってこないです。すごい、ズンバ同人って濁点がいっぱいある。だからスンバってば。あ、スンバね。すげえ、1234文字も濁点がいっぱいある。濁点の数を数えようか。12345678個も濁点があるよ。スンバ同人、おぶんちぶんちぶんち、入ってこない入ってこない。最高、食われてるよ、コーナー。コーナー食われてるらしいの。で、こういうさ、うん、あるんじゃん、なんかこう、まあ、隣の芝生は青く見えるじゃないけど、はいはい、なんかそういう隣に見える芝生も高いところから見えたら同じ色に見えるわけです。なるほどね。隣アスファルトだけど大丈夫か。それは聞いてない。あ、聞いてない、OK。 そうそうそう、なんだっけな。俺飛んでるもん。このコーナーの着地点が全く分からない。大丈夫。本当に怖いけど今。で、あのこういうさ、まあ、人生でもそうだけど、うん、はい、その時は結構深刻に悩んでたことでも、うん、はい、時間が経ったりとか自分の価値観とか目線が高くなったら、うんうん、なんだこんなことで悩んでたんだっていうことっていっぱいあるじゃん。はい、ね、ありますね。で、まあ、そうもいかない悩みもいっぱいあるけど、うん、でもそんな時でもちょっとなんかこう高いところに登ってみるとか、はい、なんか、ね、海を見るとか、うんうん、なんか自然の大きいものを見たらさ、なるほど、救われるよね。救われる。そういうでも意味、そういう意味でもあるんじゃないの。そうなの、うん、視点を変えろって意味じゃないの。そういう意味だから視点を変えろ。ちょっと揉めないで。ちょっと揉めないでここで。え、高いところに登って視点を変えろってことでしょ。要はそういうことだと思ったんだけど、景色とかじゃなくて、まあ、まあいいや、いや、まあわかりますよ。どっちの言いたいことも分かるんですけど、いや、景色っていうか大きいものを見るっていうのかな。そしたら自分も小さく見えるし、で、高いところって大きいもの、うんうん、ところから下見たら、まあまあ、それとさっきの風景、海を見るとは関係はないですね。一応つながりは正直ないけど、まあまあでもそういうこともあるってことですね。そうそう、ちょっとそれにつながって、はい、うん、話してみただけなんだけど、ね、聞いてる人努力して。まあまあ、だから、まあ、そういう積山寸水ということが、はい、リスナーの皆様に B 組
石山寸水作ったんですね。全然意味わからない。ケイシー高飛車さんが四字熟語を使ってコメントしてるよ、はい、お尻滅裂にならないようにね。 ありがとう、うん、実際ちょっとそうなってる。もう崩れかけてるな。そうそう、いいですね。で俺は楽しいよこのコーナー。ちょっと俺楽しんでる。楽しい、うん、サンチェスさんのなんか楽しさ遊びはいいんだけど、バナさんのたまにわからないことが。金髪してます。いや、あれもうなんかもうあれですね、うん、これはクレームです。リアルなクレームです。 BGM 結構真剣な BGM だったんで、ね、遊んでるの遊んだ方がいいんですよ一応ね。でも遊ぶってこういうことでしょ。うん、リズムこの、あ、そうなの、リズムで遊んでほしいだけ。あ、だったら意味とか別にってことなんですか。あ、意味についてもなんかそういうのあるじゃん、みんなあるね。今までの生きてきた中で、うんうん、だからそういう話もしてみたいなって思ってたんだけ ど、ね、時間がないのでここまでとします。すごい美味しい焼肉屋に行って、はい、匂い嗅いでお米が食べれるってことでしょ、要は。だいぶ違うな。いや、わかりますよ。俺は進みますね、うん、ご飯俺は。で、落ちて溶けたポッキーでも俺はいけるぞってこと。いけるか。俺は食べるよ。あ、意味が全然変わったな。あ、違う。違う。ズンバッと落ち、ズンバッと落ち。周りのプレンツェルから食べる。はいはい。どんなよ。はいはい。はい、プレンツェル。あ、戻します。結局は今日の石山寸水、目線を高くすれば目下に見える山や川が小さく見えること、はい、という意味の。あの四字熟語の紹介でした。あれ、ズンバ同人じゃないの。それもあの類似、あ、それもあると。なるほど、類似ね。スンバ、いいですね。あ、スンバね、スンバ、濁点を消しましょう。スンバ同人ね、うん、はい、ということでした。まあ初回はこんなもんでしょう。あ、俺なんか好きやすさこのコーナー。はい、ちょっともうちょっとまとめてやってみたいと思います、うん、で、あのコーナーの題名もちょっと募集してますので、うん、お願いします。はい、以上ひとみんのコーナーでした。はい、ひとみんの歌のコーナーもなくなるんですか。うん、交互にやるよ。あ、交互に、うん、あ、いいね、今後もやっていきますよ。歌もいいから歌。俺も新コーナー作らないと、うん、俺も作りたい。でも思いついてますけど、作ろう作ろう。でもやっぱりラッパリで作ったんで。あ、そうだな、あったな、忘れてたな。やってた、ね、それは、あの俺日本組になりますけど。もう分かる、この曲近づいてきたってことはね。はい、もう終わりですよ、うん、そうだよ、エンディングに近づいてきましたね、はい、視聴者プレゼント、はい、ビデオダビングの ABIC から ABIC 商品券1000円分を3名様にお送りいたします、うん、ズンバ。プレゼント希望の方は avic@fmgiraman.com avic@fmgiraman.com にお名前、住所、プレゼント希望と書いて送ってください。ズンバ。あ、はい、この番組はビデオダビングからテレビコマーシャル制作まで小回りの利く映像プロダクション、有限会社 ABIC、 片枠解体に小さな革命、解体リングの株式会社条件、以上各社の提供でお送りしました。はい、この時間がやってまいりました。読んでみましょう。やっぱりラッパリラ、カモン。こんばんは。こんばんは。2年目突入おめでとう。ありがとう。よかった。ありがとう。アリーナー、すみません、浜崎あゆみの真似でした。ところどこ変なの来るな。では行きますか。はい、はい、ポンポン。なんだこれ、黒い人参が出たということは、うん、次回のテーマ、はい、ニヤ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 です。ニヤニヤした話とかね、うん、まあ、ニヤニヤした瞬間とか、うん、似たじしてる人が歩いてたとか、うん、まあ、そういうニヤニヤに関する話を送ってください、うん、はい、じゃあ戻すね。戻してください、はい、あと2年目からテーマをですね、皆様から募集したいと思います。というのも今回コンビニということで、2から始まる言葉みたいな感じでしりとりで形式でテーマを決めていきたいと思いますので、次はニヤニヤのやから始まるテーマを、来週のテーマですね、募集したいと思いました。来週、再来週ね、再来週、再来週ね。なのでコメントでもいいので書き込みよろちくび。さよなら。さよなら。やだったらじゃあヤンキーかヤンボーマーボーだな。やっぱりラッパリでしょ。ああ、そうだ、その手があったか。嫌でしょ、でも1時間ないでしょ。この4時間多分分からんな、これは。ということで、ニヤニヤ。ニヤニヤ。ニヤニヤする話いっぱいあるよ。うん。あるある。この前見てよ、コンビニに。コンビニに？あ、どれぐらいかな、朝4時、4時半ぐらいか。うん、行ったら、あのエロ本をギューって押さえて、円形にして中を見てるおじさんがいたわけ。袋閉じよ。たまにいるじゃないですか。袋閉じよ。このギューって。やって、このドーナツみたいにして、中を一生懸命見てるおじさんがずっとニタニタしてるわけ。あ、俺はもうこの人プロだなと思って。何も声かけない子と思って。あれでしょ、メンタルでしょ、プロは。
周りからの目とか気にしないメンタルプロなの。でも一応買うなら一応俺も昔やってたから、うん、であそこまで綺麗なドーナツにはならなかった、うん、あの人プロだぜ。いいとこでちょうどできるんですね。そうそうそう、雑いからね。どうやってめくるんですかね、うん、あもううまかった。もうパッてキュッと押したらもうパッて円になる。職人もうシャボン玉ふーって膨らましたら綺麗な円ができるさ、はい、なるほど。あんな感じで一冊取って、はい、はい、はい、ドーナツ、はい、でいろんな方向から見て戻しのまたはいドーナツ。あこの人プロだなと思って。店員注意するでしょ。いやここはもうちゃんとオーラが出てるから。あそういう人って。なるほどね。もう仕事の邪魔しちゃいけないと、うん、何の仕事だ。まあニヤニヤした話しちゃいましたけど。もう早速ね、はい、再来週の、うん、矢から始まるテーマ、いろいろとコメントくださってますね。ケイシーさんいいね。八重歯の女の子は可愛いよなの話。あみんな好きそう。噛まれたい、ね、八重歯で俺の鎖骨をギザギザにしてる。いいじゃん、甘酸っぱい脇に繋がる。いいね、甘酸っぱい脇に繋がる。繋がる。そういう系のテーマをもう一回やりたいって言ってたから。いやだからみだらのうなじやってってば。あで、ひとみん告知がある。あ、そうだよ。そうそう、今週の日曜日、うん、FM コザにてちょっと私ゲスト出演します。あ、あら。夜の8時から SPC がという、うん、ラジオ番組です、うん、ぜひぜひ聞いてみてください、うん、なんかラップ、うん、ラップグループですよ。ラップグループが、うんうん、ラジオ番組みたいで、なんかこうゲストさんにもラップの仕方とか教えてくれるので、楽しみですね。みんなぜひ聞いてください、うん、はい、ぜひぜひお願いします、はい、じゃあお送りしたのは、はい、バナとヒタミンとタカミンとサンチェスとでした。間違いました。この後はアニマ兄貴のクールジャパン沖縄です。周波数はそのままで、引き続き FM ギノワもお聞きください。それではまた来週お会いしましょう。バイバーイ。 Say goodbye。 さよなら。サンチェスとでした。ティンさん、 FM コザの番組にひとみんさん出演、まさにそのままだ。ありがとうございます。ですよ。ラップするよ。マジ？ラップ。よ。さっきの忘れるのよ。よ。文鎮と文鎮これ言えよ伊勢さん。うん、文鎮と。間違ってはないから。さっきの辞書これマジで入らなかったんですけど、なんて言ってたっけ言葉。人力人さん。なんだ？寸水。積山寸水。積山寸水って覚えたらいい。もうずくだんずんぶんぶんやすいじゃん。だからそれ。ずくだんずんぶんぶんやすい。それをやりたかったの。やりたかった。そう。なんだけど時間ギリギリすぎたわ。でもどっちかに集中した方がいいんじゃない？保存でいいの？要は遊ぶかしっかり意味を喋るかのどっちか。要はどっちも。